平成最後の佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。いよいよ明日から10連休ということですが、皆さんゴールデンウィークの計画は立てられましたか？私は残念ながらというか、ありがたいことにちょこちょこお仕事でスケジュールが埋まっておりまして、まあ、とはいえせっかくなんでね、ちょっとねどこか行こうかななんていうふうに思っております。皆さんもぜひ健康には気をつけて長いお休みを満喫いただければなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さて、私佐藤美久は普段女優タレントとして活動させていただいております、予告編公開中の私の主演映画22世紀寓話は現在国内外映画祭エントリー中で、日本での公開はまだ準備中であります。ほか毎月今お聞きの佐藤美久の女優道と同じく市川うらら FM さん、毎月第2、第4日曜日お昼12時から放送中の北野しおりのリアルドライ第1第3金曜日夜にネット配信番組 MeToo ショーでは、カタカナ佐藤美斗というネットアイドルという設定でゲーム生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいており、こちらもアルカディア号のホームページのチェックもお願いしておきます。それでは今回の最初のコーナーはミクの独り言。さてこのコーナーは気になるニュースやテーマを決めて自由に思ったことなどをお話しさせていただくコーナーです。ただしあくまでも私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回はオープニングでも お話しさせていただきました令和新元号の、10連休についてお話しさせていただきたいと思います。ラジオを聞きの皆さんの中には明日からの10連休ずっと家で過ごすという方もいらっしゃると思います。ではそんな連休中どこが休みでどこが休みではないのかと申しますと、銀行は基本的に10連休中の窓口業務は休業ですが、 ATM は通常の土日祝日同様にご利用することができます。ちなみに郵便局の中に設置されているゆうちょ銀行の ATM については4月28日から5月の6日までお休みだそうですのでご注意ください。またご高齢の方にとって深刻な問題は、医療関係の休診です、多くの病院が日曜日や祝日は休診日となっており、その場合は4月27日の次に受診できるのは5月7日か7日になります。それに、連休前後の病院は大混雑することが予想され、普段から服用している薬があればですね、明日にでも取りに行くに越したことはないと思います。最も大きな病院ならば連休中でも診療している場合もあります。1日2100人を超える外来患者を診療する独協医科大学病院は4月27日、30日、5月の1日、2日は通常通り外来診療で対応しています。ただし残りの6日間は、救急外来のみとなりますのでご注意ください。東京大学医学部附属病院も4月30日と5月2日は外来診療を行う予定だそうです。またいろんな届けなどを扱う役所では原則として婚姻届や出生届と同じく死亡届などの戸籍関連の届書は24時間365日いつでも提出はできるので問題はないようです。ただしそれ以外の手続きとなると市区町村によって、窓口が開く日は異なるようですので、必ずホームページのチェックなどで、ホームページなどでチェックされた方がいいと思います。例えば埼玉市4月27日や横浜市4月28日など1日だけ休日窓口を開けている役所もあるようです。など家庭ごみなどの収集処理については基本的にどの市区町村も通常通りの対応を取るようなので一安心です。今ご紹介した情報以外にもゴールデンウィークにはみんなが体験したことがない出来事が起こってしまうと思いますが、みんなにとって、トラブルより楽しい思い出の多い記念すべき令和新元号最初のゴールデンウィークになればいいなと思っています。以上ミクの独り言のコーナーでした。今月の推しメン、
このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフューチャーされた注目されている方々メンバーについて美久的に推していくというかご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回推しメンはとても可愛い、それでいて銀座にサロンを、構えていらっしゃる注目の女性社長、メンタル美容を研究されている小松佳代子さんにお越しいただきました。小松佳代子さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、まずは、小松佳代子さんについていただいておりますプロフィールをもとに簡単にご紹介させていただこうと思います。小松佳代子さんは広島県のお生まれで19歳でご結婚され出産、エステサロン勤務を経て、自宅サロンを開業。パニック障害に陥るもの心理学キネシオロジー、音叉セラピーを学ぶことで自らの人生を、阻んでいた、あらゆるトラブルを克服、心と体を味方にすることで人生は切り開けるということを、確信し、心と体のセラピーをテーマにしたメンタルエステティックを体系化、東京銀座にメンタルエステサロンフェリークを開業。3000人以上の悩める女性たちを心の通訳をしていくことでカウンセリング。その後日本メンタル美容協会設立、株式会社マナビスコーポレーション設立、セラピストたちとともに綺麗と豊かさを心で育める女性が増えていく全国に輪を広げていらっしゃる今話題女性社長のお一人です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こういうラジオとかに出演されることはありますか？いやもう初めてで緊張ちょっと緊張してます。リラックスしていただいてよろしくお願いします。ではですね、まずはなんですけれども、子供の頃って小松さんどんなお子さんでしたか？私はですねすごく変わってまして、はい、通常って、週末とかって家族で遊園地出かけたり、はい、公園出かけたりとかってね、はい、しますよね、はい、だけどうちはおばあちゃんがいつもお寺参りによく行ってて、はい、そうなんです。でうちの家系って結構代々経営者というか、はい、皆さんなので、はい、どうしてもやっぱね、その今年も今月もやっぱうまくいきますようにっていうね、うん、思いでお寺参りに行って、子供の頃から瞑想だったりとかお滝だったりとか、すごいっていうことを座禅とか、そうそういう座禅だったりとか、それこそ般若心経ぐらいまで、そういう毎日を 毎週ですかね、はい、子供小さい頃から小さい頃、あ、そうなんです。なので直感力はすごくある方だと思います。あ、すごい。あ、そうなんですね。プロフィールにもある通り、はい、若くしてご結婚されましたが、はい、旦那様とはどういったこう出会いだったんですか？はい、主人とはですね、はい、私が18歳の時に飲食店を、はい、バイトしてたんですけど、はい、その時のお客様で、あ、はい、はい、声をかけていただき、はい、今でいう授かり子、はい、そこからですね。中学生の、そうなんです。今中学校2年生と中学4年生の男の子2人が見えないです。ありがとうございます。すごい綺麗なことで、あ、そうなんですね。よく聞くその結婚の夢とか、若くしてご結婚されているということで、その結婚の夢とかこう現実のギャップっていうのはやっぱりありましたか？実はめちゃくちゃあって、あ、そうなんですね。やっぱり子供の頃って、はい、花嫁さんとかって憧れだったと思うんですけど、はい、そうですね、やっぱいざ結婚すると、はい、主人との関係って結構やっぱり皆さんね、夫婦関係っていろいろあると思うんですけど、結婚して何かこう見えてくるものってありますね。やっぱり喧嘩もしますし、価値観も合わなかったり、職も合わなかったりとかってありますよね。なるほど。だけど今はですね、はい、ベストパートナーだなっていうふうには思っているんですけど、はい、はい、最初はですね本当に全然真逆な相手なので、あ、そうなんですか？そうです。でもよくよく考えると結構、はい、真逆な人に魅力を感じたりとかしますよね。持ってないものを持ってるっていうのが、そうですね、なるほど。夫婦ってなんかそういうものなのだなっていうのが、やっぱり成長し合える過程で真逆な相手とパートナーになるんだなっていうのをすごく
実感して勉強になります。成長中です。勉強になります。なるほど、そうなんですね。ま、そしてこうエステティシャンになろうって思われたきっかけっていうのは何だったんですか。はい、ですね、はい、当時、まあ、19で子供産んで、はい、パートのおばちゃんになるのか、はい、好きな仕事をするのか、はい、で起業するのかっていう2つの選択肢しか私はないと思ってたんですね。あ、もう19歳の。あ、そうです、そうです。すごい、はい、なので、まあ、今ではやっぱり皆さん好きなね、はい、職業に就いたりとかしてるんですけど、まあ、起業するかパートのおばちゃんになるかどっちかしかないっていう固定概念がすごくあったので、はい、もう主人に内緒で、はい、自宅でエステサロンを始めたっていう、はい、すごいですね。それはもうなんか例えばいろいろ用意してっていうか、それはもう相談せずに。そうです、もう相談してダメって言われちゃったらできないから、内緒でこそこそと準備をしてエステの機械を買って明日からいざお客さん来るよってなった時に、実はここでお店をするということ。それまで旦那さん気づかれなかったんですか。そうです、内緒にして。すごいすごいですね。そうだったんですね。はい、でも結構旦那さんも心よく、最初は知らない人が家に入るのってどうなのっていうのに、やっぱ当時はエステっていうと大手のサロンに行くっていうことが当たり前だったんですね。なので、はい、ホームサロンみたいなものってやっぱなかったんですよ。そうなんですね。ありませんでした。今最近結構あるイメージあるんですけど、今はね多いんですけど、当時はなくて、知らない人を入れることにありえないっていうことだったんですけど、はい、いやもうやっちゃったからみたいな感じで、もう用意してるしという。そうです、そうです。なので主人も、はい、納得せざるを得ないっていう感じですね。かっこいいです。その後こうエステティシャンになられて、はい、その後こう体調をね崩された時に、ね、はい、先ほどご紹介させていただいたように、こういろんな勉強をしようって思われたのはどうしてなんでしょうか。はい、やっぱりですね、その体調崩した時に、はい、まあ、お医者さんにもたくさん行ったんですけど、やっぱり原因が分かんなかったりとかすることって結構あるんですね。はい、でその中でやっぱり自分のことが分からない、自分がなんでこういう状況になったのかが分からない、はい、だから自分って何者なんだじゃないですけど、何が好きでどういうことがなんか興味があってとか、なんか自分を知るってことをちょっと探求していきたいなって思うようになって、はい、心の勉強をし始めたんですよ。なるほど、はい、そこからプロフィールにもあります通り、はい、音叉セラピーっていうにこう行き着くんですよね。はい、でその音叉セラピーっていうのはどういったものですか。はい、音叉っていうと、はい、もともと楽器を調律する楽器なんですね。はい、はい、なんですけど、はい、心を、はい、なんていうの、癒してくれる、はい、例えば鳥の、ね、声だったりとか滝の音だったりとかっていう感じで、音で私たちっていうのは、はい、脳がアルファーファになってリラックスモードに変わるんですけど、はい、それを音叉で瞬時にリラックスモードにしてくれるっていうのが実は音叉なんですね。音叉ってもしかしてこの金属でこう U 字になってる、はい、そうです、そうです、器具ですか。そうです、そうなんです。してますか。はい、中耳炎の時に、はい、あ、中耳炎の時に耳鼻科の先生にやられたことあります。ボーンってて、ビーンっていうの、はい、なんかね、医療系のやっぱり音叉もあって、海外とかでも結構音叉を使って治療したりとか、そうなんですね、っていうのが結構主流になってるところもあるんです。初めて知りました。あ、そうなんですね。そうなんです。まあ、その、こうこう体調崩された後、はい、音叉セラピーに出会って、まあ、その後こう広島を離れて、はい、東京に出られたとお伺いしたんですけれども、はい、そのきっかけというのはあったんですか。きっかけはですね、はい、まず先に主人が、はい、東京に行ってみたいっていう、もうその一言で、はい、なんか何もないんですけど、東京で何かをするってわけではないんですけど、はい、東京に住んでみたいって、まずその周りが一つあってなるほどっていうのと、まあ、でも子供が2人いたので私はすごくどうしよう、はい、私もついていくのかどうしようのかっていうのを悩んでた時に、 ある本に旅をするように引っ越しをしたらいいっていうフレーズがパッと目の中に飛び込んできたんですよ。はい、でその時にそっかって、これは何かのメッセージかなって思って、はい、ちょっと私も広島から全然出たことなかったんですけど、はい、やっぱりちょっと主人とついてって、はい、東京に行ってみようっていう、誰も知らない中行ってみようっていう、すごい決断じゃないですか。そうなんですよ。
やっぱこうお仕事ももうされてる状態 でお客さんもいたので、そうですよね、そこからもう違う、全然違うところ、東京というところに出るっていうのは結構な決断力だと思うんですけど、まあなんか結構田舎か田舎もんじゃないんですけど、はい、すると東京って怖いみたいなイメージがやっぱり結構ね、そうですね、です結構東京行くこと多いんですけどもやっぱ怖いのはありますね、千葉県出身ではあるんですけども、はい、まあ、だけどすごく良かったです、東京に出てきて。すごく良かったと思ってます。なんかちょっと東京に来てびっくりされたことっていうのはありますか？はい、いや まずはやっぱ人の多さ、やっぱみんなそう、いやもう思われますよね。そうですね、なんか時間の流れがめちゃくちゃ早いんですよ。ああ、本当に早くて、確かに今でもやっぱり広島とか実家に帰ると、うん、なんかゆっくりというか穏やかな感じ、穏やかな感じで、時間の時間軸じゃないですけど、感覚がやっぱ全然違うんですよね。ああ、そうなんですね。であのこう広島離れて東京に来られて、はい、で大きなやっぱ決断をされて、でやっぱ小松さんがこう確立されたそのメンタル美容っていうのは、結構こう簡単に言っていただけるとこうどういったものになるんですか？はい、通常の、まあ、エステだったりとかマッサージっていうのは、まあ、お顔をねマッサージしたりパックしたりとかっていうのが通常の終了だとは思うんですけど、はい、まあ、私自身が、まあ、そういったあの心の病になった時にあのエステやってた時にですね、はい、やっぱり女性お客さんたちがやっぱ自分が嫌いとか、なんか自分に自信が持てないっていう女性たちがめちゃくちゃ多かったんですよ。やっぱり一つコンプレックスというものは多分持ってる方多いかなと思いますね。はい、確かに。そうですよね。なので、はい、そこをですねやっぱり私も解決していきたいし、やっぱ心から輝かせていきたいなっていうふうに思って、でそのまあ施術はもちろんですね、うん、まあ、癒していくっていうのはもちろんなんですけど、はい、やっぱその、 あの女性たちのやっぱ悩みだったりとか、うん、今抱えてるあの、はい、課題というか、うん、だったりとかをやっぱり一緒に悩みをその解決していきたいなって、うん、思って、まあ、カウンセリングをしていきながら、はい、あとはその人たちが自分らしく、はい、人生を輝かしていけるようにしていく、まあ、コーチングっていうね、私たちの業界では言うんですけど、はいはい、自分らしく生きていけるようにあのサポートしていくというか導いていく、あ、はい、そこをですね、はい、しっかりとトータルでその3つをプロデュースさせていただいてるって感じですね。なかなかないエステっていうか、はい、そうですよね。やっぱ私のイメージエステっていうとこう、はい、こう施術していただいてっていうイメージで強いんですけれども、はい、心までこうあのう、ね、見ていただけるってなかなか いいなって、はい、結構こう女性は食いつけるんじゃないかなって。そうですね、なのでやっぱ恋愛の話だったりとか、はい、結婚の話とか、ね、なんかやっぱり逆に友達や家族に言えないことってやっぱあるじゃないですか。ありますね、うん、そういったことをやっぱり話せる場所っていうのが今やっぱりあまりなくて、はい、なるほど。なのでどうしてもあの内側で抱え込んでしまって辛くなってしまうっていう方も多いので、なんかそういう場を提供したいなって。その子を今までこう担当されてた方の中でこう一番印象に残ってらっしゃるかエピソードっていうのを簡単にお話しいただけますか？はい、そうですね、やっぱ一番は今婚活とかってねすごく多いし、ね、なかなかね、たくさん出会いがないっていうね、はい、方も多いんですけど、うんうん、その中で婚活やだったりとか出会いの場に行っても男性がいるとどうしても恐怖心が出てきて、はい、なかなか結ばれないっていう女性が来たんですね、はい、なんですけど彼女はもともとやっぱり綺麗になりたいっていうね、はい、ことでうちにお越しいただいたんですけど、はい、やっぱり話聞いていくとどうしても男性の前になると緊張して何か恐怖心が出てくるので、はい、そこをカウンセリングしてセラピーしてコーチングしていくことで、はい、彼女がどんどん輝いていったんですよ、自分に自信を持てるようになって、はい、うん、そうすることで男性の前でもリラックスして自分のことを話すことができて、はい、でそうするとやっぱりそういう彼女のことを見て魅力だと感じる男性が現れるようになってきたんですよ。そうですね、あ、はい、はい、すごい。そうなんです、はい、なので その中で、まあ、素敵なご縁があって、はい、結ばれて、はい、すごい。そうです、もう男性が怖いって男性恐怖症だった彼女がそうやって結婚して、はい、子供ができて、はい、先日ですねメールで、まあ、子供の写真とか送っていただいたりとかして、いや、もうなんか本当に良かったなと思って、なんか、はあ、私もすごく励まされますね。
うん、そうなんですね。もしねこの放送を聞いている方で、はい、もし同じね悩み抱えている方いたら、ね、ぜひねあの小松さんにお話しいただければなって思います、はい、ありがとうございます、はい、でですねあの小松さんが提唱されているあのメンタル美容に基づいて、こう例えばお家で簡単にできる女性が綺麗でいられるワンポイントアドバイスっていうのを教えていただけますか。はい、まずはですね私たちって、はい、まあ、お風呂から上がったら、まあ、化粧水だったりとか、そうですね、何かクリームつけたりとかしますよね、はい、でなんですけどやっぱりあの日々一日の中で自分の顔を鏡でしっかりと見る時間って結構皆さん持ってなかったりとかするんですね、はい、なんかまあメイクするときに目だけ見るとか、あ、そうですね、確かに、はい、っていうのはあるんですけど、はい、やっぱ帰ったときにパッと自分のやっぱり顔を見て、はい、そして何かクリームだったりとか化粧品をつけるときに、はい、その自分のねお肌に手を当てて、はい、なるほど、うん、はい、そうです、手を当てて今日もお疲れ様ってよく頑張ったねっていうことを自分の手で癒していく、はい、なるほど、うん、っていうことをするだけで、はい、あの細胞が若返るんですよ。ああ言葉にして言うだけでやっぱ変わるんですね。そうです、はあ、なるほど。なのでやっぱり自分で自分のことを認められてる女性っていうのは、はい、あの自信がついていくんですね、はあ、そしてそれを聞いてるのは、はい、毎日自分はその言葉をかけることで、うん、毎日それを脳が聞いてるんですね。なるほど、はい、なので私っていつも頑張ってるよねって、うん、私ってよくやってるよねっていうことを、うん、誰かに言われるよりも自分でしっかりと認められるようになると、うん、自信っていうのがまたついてきて、なるほど、うん、そうするとやっぱ内側の魅力っていうのが出てくるし、はい、お肌にもですね輝きが増してきます。やります、はい、実践します。これはもっと誰でもできるし、はい、はい、すぐに体感していただけると思いますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ではですねこの辺りで今回のゲスト、小松佳代子さんからですね告知などございましたらぜひお願いいたします。ありがとうございます、はい、今メンタル美容っていうこと言葉でですね、まあ、検索していただくと、はい、まあ、ホームページが、はい、まあ、出てくるんですけど、その中でさっきの言ったようにその幸せ美顔になれるマッサージ法、はい、などだったりとかっていうのを無料で動画配信、そうなんですか、はい、をさせていただいているので、はい、ぜひなんかちょっとどういうふうにやるのかなっていうことが、はい、ちょっと気になられた方はちょっと検索していただいて、はい、動画の方をね見ていただけたらと思います、はい、拝見させていただきます。ありがとうございました。今回のゲストはですね今注目のメンタル美容家小松佳代子さんでした。小松さん本当にお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。皆さんなんともうエンディングのお時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報に関しまして詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さんどうかこの番組へのご意見ご質問感想など お便りお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。